皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、パニックフライト。現代、レッドアイ。監督はウェス・クレイヴン。脚本はカール・エルスワース。主な出演は、レイチェル・マクアダムス、キリアン・マーフィー、ブライアン・コックス、など。マイアミの豪華ホテルでマネージャーとして働くリサは、故郷テキサスからの帰りに深夜フライトに乗り込む。彼女は空港で知り合った好青年リップナーと席が隣同士になる。だが彼の正体は、国家要人暗殺を企むグループの一員だった。というストーリー。飛行機内が舞台のサスペンススリラーの両作。人間ドラマで緊迫感を高めていく脚本は秀逸で、普通の何気ない会話が次第に戦慄する内容に移り変わっていく流れは素晴らしい。そして脚本が活かされて、単なる B 級作品と一線を画している要因はキャスト。レイチェル・マクアダムスはリサ役にぴったりだし、さらに演技派のキリアン・マーフィーとブライアン・コックスが脇を固めていて文句なし。最後は少々強引にホラー映画の典型的な展開になるものの、そこはウェス・クレイヴン監督の得意分野ということでご愛嬌。ということで、評価は。Thumbs up.